会社のマーケティングをやってない会社はないんじゃないですか。会社が特に競争市場でね、非常にね、どうもここの MBA は違うんでしょうけどもね、一般に MBA っていうのはですね、非常にお仕事はね、分析的なんですわな、ね。だから過去のデータの分析を基づいてどうのこうのってことなんだけどもね、私が初めてね、移動通信の世界に入って、それまでは、ね、十何年間ね、モバイルは全く売れなかったんだからね、13年間かな、ね、そこで僕が社長になってね、これを売れるようにするためにやったことはね、過去のデータをいろいろ分析してね、なぜダメなのか、だから過去にやったことはダメだから新しく何かをやらなきゃならないと、その典型的なのがアイモードですけれどもね、新しい市場を作り出すということを私はやった、ね、でそれは私はできたんです。ところが僕の後の優秀な工学博士の MBA さんはですね、それはできなかった、ね、だから分析的な過去のデータに基づく、ね、分析的なことはできたけれどもですね、新しいものを作り出すクリエイティビティがない、私に言わせると本当の意味でのインテリジェンスがない、だから僕の後のですね社長さんになってね、ダメになっちゃった。ダメになったっていうのはね、データが証明してる。私の10年間はですね、最初の2年間はダメですよ。 NTT から分割してきたときは赤字で売れなくてヒヒ言ってわけだ。それを徹底的にね、私はですね、いろいろなこのデータを分析した結果ね、ネットワークのコンセプトが間違ってるだとかですね、料金体系が別にダメだとかなんかいろんなことをね、やりましてね、あ、ここに黒川紀章さんがね、実はね、僕はドコモの常務取締役までやってね、やったからね、それで有名な小島さんっていう副社長からね、まあ君もういいだろうと、あ、いいですと、だからね、これまあ NTT って言ったらどうでもいい会社だからね、はっきりそうですよ、どうでもいい。だって売上は NTT の中でですね、NTT 全体の売上に 2-3% か、しかも赤字だからね、500ぐらいの赤字だったからね、これはいらねえんだと。だからね、お前適当にやるやですよ、分かりました、適当にやりますと。ね、いうことでね、出てきた程度だからね。しかしね、そこなんだけどね、MBA をね、多分教えてないと思うんだけどね、社長になったらね、僕初めて分かったの。社長になったらね、これは違うなってことがあった。何が違うかって言ったらね、だいたい NTT の売り上げの中の 2-3% でね、出てきた人間はね、0.5% ぐらいの人間ですかね、0.5% ぐらいね。で、その連中、僕はね、僕と僕の後のね、2代目、3代目の社長さんと全く違うのはね、私は現場主義、末端の社員一人一人とね、ダイレクトにフェイス2フェイスでね、コミュニケーション。でね、コミュニケーションの、ね、単位としてね、大体10人ぐらいですよ。こんなんだったらもうダメなの。こんなんだったらもうね、コミュニケーション、本当の意味でのね、コミュニケーションできない。ね、大体ね、10人ぐらいで。そしたらね、こういう話が出たんですよ。ね、みんなね、赤字で、ね、とにかく売れないんだから、十何年間。ね、それでね、またね、ドコモって変な名前なんだな、なんでこんな変な名前って言ったらね、Do Communication を何とかだって、そんな英語だから、そんな英語ないじゃないかって。オープンモバイル。でっちゃうけど、オープンモバイルとかね、Do Communication って英語ないじゃないかって、コミュニケートはあるけれどもね。
まあ、でち上げたら変なないよセルラーフォンとかね、なんかつけたらよっぽどかっこいいんじゃないかと思うけど、まあいいや、ね、それでね、酒飲んでたらね、だいたいあれですわね、この30前後のね、子供さんが小学校に入るかなんかということでね、一番油の会社としては期待する油に乗り切ったね、ですよね。でその連中がね、社長はどうも大丈夫でしょうかって言ったからね、それは分からんよってやってみないかと。私はね、気楽な関係で来てるからね。で社長ね、これ赤じゃないですかって言ったらね、まあ新しい会社を発足したらどこだって赤字が当たり前じゃないのと、ね、でそのうちにね、俺も一生懸命やるなんとかなるよって言ったらね、なんとかならなかったらどうするんですかって言ったらね、 NTT というのはね、モノポリですから、独占企業ですからね、それで国家的なですね、ナショナルフラッグカンパニーのインフラですからね、あれは絶対潰れませんよ。潰れたら日本の電気システムだ。だから NTT はね、絶対潰れないから、ね、だから未だにのんびりしてるの、俺じゃ。ドコモは、ね、潰れるんですよ。ね、で潰れたら、ね、それこそ、KDDI だとかなんかいろんな会社があるから、なんだろうとか。じゃ会社ね、潰れちゃう。潰れちゃうんだよ。だから私も言いかけてね、まあ、潰れた時にはね、あれ言うて君ら頑張ってくれて、俺北海道に、ね、帰ったと。何がちゃんと不動産もあるからね、今不動産屋でもやろうとかなんか言ったらね、冗談じゃないって言うんですか。ね。私たちをね、見つけて、そんなんであんた社長なのかっていうことはね、でその辺もね、お前なんか若いんだから頑張れよって言ったんですよね。僕を変えたのはね、家族ですよ。奥さんたちがね、大体NTT のこのあれ、ね、社宅っていうのがありましてね、で大体200所帯ぐらいあるでしょ。で200所帯ぐらいで ね、 0.5% ぐらいだからね、200所帯で1軒ですよね。そのね、1軒だけね、どこに行ったの、ね、そうするとね、井戸端会議でね、奥さんたちがね、山田さんね、あなた今度ご主人がどこの仲介しはいいことになったんだよって言って、実はね、奥さんに言ってなかったらしいんだ ね、毎日朝出てってね、 NTT に行ってるとばかり思ったらね、どっか怪しいなところに行ってるらしいんだね。それをね、寄せばいいのにさ、あんたのご主人ね、どこの会社行ってるんだったら、えっちゃうけどね、うん、それでね、もうあれだな、井戸端会議ってね、このね、一種のいじめだな、ったくな。あのね、私のうちの主人もね、あの上司ね、上役から田中君、どこも行かないかって言ったらね、いやですよ、私は NTT 入ったんだからね、行かないって頑張ったんですよね。お宅のご主人はね、よく行ったねと、ね、お宅のご主人はね、人柄がいいんだとかなんかって言うわけですよ。それでね、奥さんがびっくりして帰ってきてね、あのね、お父さん、あなたね、NTT に行ってるとばかり思ってたら、どこも聞いたこともないかしら言ってんじゃないのとか、いや、親分言われて。だけどだね、田中さんは断ったじゃないの。あなた人が良すぎんじゃないの。さらにね、そういうそのあれなんだな、元気のいい奥さんっていうのはね、店主をいじめるんだな、ね。あんた成績が悪いから出されたんじゃないのなんて言ってんだね。それでね、目に涙出てくる。その辺でね、僕もね、お前もだな、ね、悪い価値はもらっちゃったねと。見た目がいいから美人だなんて届いたからだよね。綺麗なバラにはトゲがあるんだなんて言ってたんだけど、子供たちがね、遊んでてね、どこ持ってどこだっちゅうんだって、ね、うん、やっぱりなんか悪気があるわけじゃないよね。いやね、それでなんか、お父さんどこ持ってどこだっちゅうけど、どこ持ってどこだなんちゅうんだってね。それを聞いてね、僕はね、変わったの。ね。こんなね、家族、奥さんやね、子供さんまでね、心配させてるというのはね、それはね、社長に選ばれたからにはね、私はね、その家族の人たちをね、安心させるというのがね、これ私の責任ですよ。これをね、ノブリス、オブリス。
美術、ね、社長に選ばれたからには船の船長になったんだから、船長になったからにはダメ、ね、そこに乗ってる乗組員の、ね、ためにね、もう命を懸ける、万一船が、ね、沈みかかったら彼らは救命ボートで全部逃がす、で最後にね残ってるものはいないかとね言った時にはもう救命ボートがなくて船と共に運命を共にする、命を懸けるのはねノブリス・オブリジですよ、ノブリス、選ばれた、オブリジ、オブリゲーション、この時僕は昔からねノブリス・オブリジという言葉を知ってね好きだったんだけどもね、日本には何かそういったあれがなかなかなくて、この俺武士道だなんて言ってるけどね、どうかなと思うんだけどね、ノブリス・オブリジですよ。そこでね僕は分かったんです、俺はねこれからね命を懸けてねこの会社絶対よく、5年経ったらね君たちも君たちの奥さんも子供さんたちもね胸にどこのバッジをつけてね道路の真ん中を胸を張って歩けるように絶対してやるからなと言って、その日の夜ね一体なんで売れないのかと言ってですね、これはあの CS 情報と言いますですよね、お客様情報ね、これも見てないんだな、みんな700枚くらいねうちに帰ってね、これをねこれは ABC 分析ですね、バーッと高いからね売れないのかなと思ったらね違うんだね、こうやって振り分けてったらね一番多いのはね大体ね700枚のは知ってるけどね、最初の200枚ぐらいでね200枚ぐらいでも分かったんだよ、ね、あとやらなくて分かったんだよ、この頃はその残りのロングテールの方にねいろいろあるという説もあるけどね、それがあるとってね一番多かった A というのは何かといったらね、そもそもつながらないんだよ、ね、そこでね、そっからはね、そっからはこのね、発想のね、クリエイティビティなんだけど ね、そこで僕に、ね、僕は技術屋さんたちにね、君たちね、自動車電話から始まったからね、アンテナはね、道路に貼って取って貼ったんだったら、それはどうですよ、だけど君ね携帯電話だんだんね小さくなってポータブルになって自動車から外して持ち歩くようになったらね、そのね道路と道路の間の面のところにね貼られたんです、だからネットワークは線から面に変えなきゃいかんじゃないかって言ったらね、これねもうね十何年間ね気がつかなかったんだね、で私の素人が言ってね、素人の目でね、そのネットの張り方は違うんじゃないの、違いってみてね、みんなね、ああ、そういえばそうだな、いや、だけど社長ね、全部張り替えるとしたらね、700億ぐらいかかりますから ね、そんな金ならどうするのかって言ったらね、そんな金もクソもないよと、君、ね、欠陥商品なんか売ってると話にならないじゃないか。ということでですね、ネットの張り替えをやる、ね。それからね、あのね、保証金っていうのを取ってるんですね。保証金はね、あのね、14万円ぐらい保証金取ってるんですよ。ね、なぜかって言ったら、当時携帯電話機っていうのはね、1台ですね、で15万円ぐらいで来たんですね、15万円。今でもね、しかし3万円とか5万円してるんじゃないですか、15万円ぐらい。そしたら15万円の、当時はレンタルでしたからね。したらね、あの、持ち逃げされたら、ね、困るからって15万円の保証金取ってた、ね。それを聞いた瞬間ね、また素人の僕はね、持ち逃げされたら電波止めればいいじゃないかと思うんですよ。ね。トランシーバーにはならないんだからね、電波止めたら。これまたみんなね、ああ、そうかですよ。ね。世の中ってのはね、昔からね、連綿と10年間やってることっておかしなことでいくらでもね、それでね、10万なし、ね、でそれからね、今度はね、通話料なんだけどね、あとね、アメリカのね、比べてアメリカに対して日本の通話料の3倍ですよ、ね、ね、そしたら黒川紀章さんがですね、ホモモーベンス、これはね、諸君ね、絶えず
幅広くね、いろんなね、直接会社の仕事に関係なくてもね、絶えず本屋だとか図書館だとかね、いろんなところで新聞でも雑誌でもなんですよ、面白そうなね、ものをね、どん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 頭の中に掘り込んでいくということですよ、ね、で僕の頭の中にね、ホモ・モーベーソンというのはね、もうそれもそのあの当時から見ると20年前ぐらいなんですけど、20年前ぐらいに黒川紀章さんのですね、このホモ・モーベーソンなんですね、でここの大学にもね、大変寄与した方なんですね。あの黒川紀章さんがホモ・モーベンスっていうのは、ホモっていうのは人間ですよね、モーベンスっていうのはムーブですよね。皆さんはホモ・サピエンスなんです。でそこでね、僕はね、パラパラ僕ホモはね、初めから、ね、終わりまでね、一生懸命ね、一字一句読まないんですよ、斜めにパッパッパッって言うんですよ。でこの本に何を言いたいかなって言って、でそこでね、僕はね、頭に入ったのはね、人間は本来ね、動き回るものである。だから豊かになると、行動半径が広がるということを私はそこから言ったんです。で、そうするとね、行動半径が広がったらね、いろいろ連絡するとかなんかってね、必要になりますよ。だから、将来ね、豊かな社会になったらね、行動半径が広がって、そのね、隙間を埋めるね、時間的、空間的隙間を埋めるね、携帯電話ってのはね、日地産業だ。時間の日地産業だというふうに私は定義付けた。ということはね、絶対売れるはずだ、ね。なぜ売れないのかったらね、先ほどのネットワークの問題がありましたね。それから、この保証金の問題がありましたね。それから通話料3倍ね。だからね、通話料がね、3倍だということはね、通話料が3倍だということはね、今ね、高いためにね、本来ね、ほぼモーベンスなんてね、このね、ニーズがあるんだけどもね、ニーズがあるんだけどね、高いために抑えてるんですよ、ね。だからね、これをね、外してやればね、バッと出てくるんですよ。ね、だからね、麻雀が先付けなんだけど、先に下げちゃうのよ、ね。下げたらね、6ヶ月間赤字になりますね。赤字になるんだけども、需要が増えますでしょ。需要が増えるからだね、ね、6ヶ月経ったら今度はね、収入が増えてね、それで赤字がね、カバーされるのね。ということでね、好循環に入ってくる。だからね、3分の1までね、下げていいなと思うんですよね。いっぺん下げるわけにいかないけどね。それからね、毎年ですよ、下げて、3年間かな。3年間で3分の1にしちゃったんだからね。下げる、売れる、下げる、売れる、下げる、売れるでね。そこでね、3年間でね、アメリカにキャッチアップしたの。ね、とね、いうようなことをね、やってね、僕はどこも、ね、最後にね、極め付きはアイモードですよ。で、アイモードについてはね、松永真理さんだとかね、なんかアイモード事件とかなんかいろいろ書いててね、で松永真理さんだとか、夏野君だとかね、あの人たちが開発したということでですね、これでもう有名になってね、これで松永真理さん、それでもう著名人になったらね、税制調査会とかなんかというようなことをね、今はね、だから、あれ、バンダイかなんかの取締役。だけど、ちょっとお聞きしますけどね、皆さんね、アイモード事件読んだことありますか、あの人の。読んでください。ね。あそこからね、あなた方は、ね、アイモードというね、ああいうね、このコンセプトね、新しいね、イノベーティブなコンセプトはね、どうして生まれるかっていうことはない。全くね、極端なこと言うと、あれ読んだって言うとね、あなた方はね、何も学ぶものはないと思うんですよ。なぜか、ね、大星さんがだね、大星さんがね、モバイルコンピューティング、モバイルコンピューティング、コンピューティングというのはですね、ね、イノベーションコンセプトを作ったからです。でね、なぜこのイノベーションコンセプトが出てきたかというとですね、今度売れるようになりましょう、どん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 ね。だからね、平成8年ですよね。だからね、やっと売れるようになって2、3年経ったら、今度売れて売れて大変なんですよね。
で、こういうふうにですね、急成長する、ね、競争が激しい市場においては、社長はね、常に5年先見てなきゃならない。なぜならば、新しいイノベーションをやるとね、iPhone でもそうですよ、開発に3年ぐらいかかりますからね、お買い生産で、ね。だから5年ぐらい先を考えてないとだね、間に合わないんですよ。ね、そこでね、僕はね、5年先をね、ちょっと計算してみるとね、誰でも分かることなんだけども、こんな調子で売れていったらね、やがたね、人口は1万2600万かなんかでね、大体でね、普及率 80% ぐらいだったらね、そこから先はね、買い替えはありますよ、買い替えはあるけどもね、新規のお客さんっていうのは頭打ちなの、当たり前ですよね。買い替えがね、うちじゃないですよ、メーカーですよ。メーカーはね、永久に買い替えがあればいいけどね、私の方は新規のお客さんで、新規のお客さんはついてこない。また競争でね、料金はどん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 下がってきますよ。ね、だからドコモの収入というのは、ね、ユーザーの数かける、ユーザーの数かける、あの一人当たりの収入単金ですかね。一人当たりの収入単金はどん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 落ちてくる。ね、ユーザーは増えない。で、かけてるのは減収減益でしょ。今どこも減収減益になってるでしょ。何やってんだって言うんですよ、バカ者どもが。ね、平成8年にだね、このままいったら5年先減収減益になるぞ。ダメだと言ったのにだね、おさっとしてね、頭の悪い連中はダメ。MBA 何を出すか知らないけども、クリエイティビティのないね、バカな社長が2代目、3代目続いてるから、ついに3代目の社長はあんた、4年間で、ね、投げ出したじゃないですか、株主総会で恐ろしいから。ね、でそこでね、僕はどうしたらいいかと。ね、それはね、なぜね、料金がね、下がるかというとね、差別化してないからですよ。ね。みんなね、同じようなサービスやってるからね、ね、料金の叩き合い、今やってるの、今、そうでしょ、料金の叩き合ってるんですよ。ね、消耗戦やってるんですよ。ね。ドコモの携帯電話は高いけれども、ドコモでないかないというね、サービス。これをね、持てばね、ドコモの料金はね、高いけどね、ドコモでないか、あのサービスがないか仕方がないなっていうことなんですよ。ね。それをね、考え出すという。じゃあね、それは何だろうかと考えたときにね、こっからもなんですよ、2代目も3代目もなんだろうね。東大工学でたら MBA も卒業してね、俺はもう何でも知っちゃったと思って勉強してないんじゃないかと思ってな、ね、時代が変化し知識情報はどん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 変わっていくんだからね、障害教育じゃないけどね、死ぬまで勉強してなきゃダメですよ。勉強学習ね、もうね、絶えず新しい知識をね、なんかね、新しい知識がね、こうね、こう求めるというのはね、何かね、知識に対する飢餓感ね、お腹空いてご飯食べたくなるでしょ。そういうようなものはビルトインされてないとダメなんですよ。私にはビルトインされてる、ね。でね、僕はね、何を学習して、すでに学習していたかというとですね、アメリカでね、ダニエル・ベルトという人がね、これは1980年ぐらいなんですかね、ダニエル・ベルトという人がですね、あのこういうことを言い出したんですね。あのね、今そのアメリカではですね、自動車ね、それからテレビだとかね、それから掃除機だとか、ね、そのためにバカバカバカ出てきてね、ジャバ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 。しかしね、あれはやがてね、あのもう大体ああいうものというのはね、もうね、どっちみち充足してね。別にね、こんなので、ね、うちの方がいかないちゃっていらんなんじゃないか、買い替えがありますよね。それでね、彼はポストインダストリアルソサイティ、今工業化社会でアメリカ 7% ぐらいの経済成長してるけどもね、そのね、物が充足した後の時代っていうのはおい、どうなるんだという問題できますね。だからね、マッハルっていうのはね、彼はあの、
産業とかなんかね、いろんな本書いてるとかね。ね。あ、心配いらない。ね。物が充足したらだね。ね。物が充足したら、物は永久に必要ですよ。ね。しかし、今度は、ね、精神の豊かさを求めて、そっちへ。だから、欲求がね、ニーズだとか、ワンツだとか、そういうものはね、エンターテインメント、ね。音楽だとか、ビデオだとか、なんかそういうエンターテインメント。それから、インフォメーション、情報。それから、ナレッジ。こういうものにね、欲求、ワンツ、ニーズはシフトする。ということは私は学習してた。でそもそもね、テレコミュニケーションというのはね、付加価値が非常に小さい。なんですか？こっち側からね、もしもしってこっち側からもしもしって出てくるの。ね。だからドコモをやってるのはね、水道屋なのよ。ドコモという水道の鉄管を張っててさ、ね、水道のね、蛇口を閉めてたらね、水が出てくればね、ね。でこだから水道局から流れてる水はね、そのまま出てくるんだから。ね。だから、携帯電話っていうのはね、水道の蛇口のようなもんなんです。だから僕は平成8年でね、ドコモはね、今のままじゃダメだって言ってね、うちね、うちの連中はなかなかそれがわからないからね、日経新聞、平成8年の7月19日の日経新聞にですね、画期的なね、あれ出したんですね。ドコモは商売買する。何、ね、ボリュームからバリュー。ボリュームっていうのは水道の蛇口、水道の蛇口は全部ついちゃった、ね、バリュー、ね、これじゃあね、もうね、この 中を流れる水に付加価値をつけて、その付加価値は何か、これはですね、すでにダニエル・ベルだとかね、マッハルプだとかですね、それからその後でずっと後になってから、第三の波とかね、アルビット・オフランのね、ああいうの出てきてるんだけどね、ここにね、一貫してるのがそれなんですよ、一貫してるもの。人間の欲求は精神の豊かさに移ってる、シフトなんです、ね。だから、今度はその水に付加価値をつけるというのは、インフォメーション、ナレッジ、エンターテインメント。だから何するかって言ったらね、ネットワークをパケットとかしてね、ネットワークにサーバー突っ込んで、そこで情報収集します。それで携帯電話ね、電話機ね、携帯電話をです ね、これをね、簡単な情報処理、いわゆる簡単なパソコンにする、ね。しかも、あれですよね、CPU がどん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 ちっぱかして、あの中にの、ね、ソースがどんどんどん入って、あの中に入っちゃうんだから、ね。ということでですね、ボリュームからバリュー。それで、具体的にはネットワークをパケット化してね、そういって、電話機を簡単なパソコンにしちゃう。で、それで、そういうコンセプトを作って、夏野君だとか、あの辺のところにやったと。で、その時に、彼女は、あれはレベルとか来たんだけどもですね、彼女はね、コンテンツでね、いろいろやってたんだけど、ところがね、非常にラッキーなことにね、インターネットができたんだね。で、僕は途中からね、インターネットができて、インターネットつなげばいいじゃない。インターネットはコンテンツの塊だから、ね。ところが彼らはね、何かね、クローズドにね、自分たちだけがね、決まったね、コンテンツでもって稼ごうじゃない。ダメだっちゅうね、そんなのは。ね、これがまたね、NTT のね、伝統的なね、何でもクローズドにね、オープンにするよ、そんなの。ね。みんなね、つながってね、自由にやれとんなことですね。コンテンツで儲けんじゃないんだって、ね、うん、ネットワークで儲けんだからと、ね、いろいろなことをですね、やりましたね。で、その時に、松山真由さんなんかもね、最初、新聞記者にね、発表した時にね、新聞記者はよくわからなかったり、彼女だってうまく説明できないよね。うん、で、本当に見てるさ、モバイルコンピューティングってコンセプト知らないの。新聞記者にしてもそしたらね、あの連中はね、社長ね、あんた、ね、応募し
さんちゅう名前でね、だったら新聞社集まるよ。生意気な名前ったら言うなら客寄せパンダだなって言ってるわけだよ。冗談よ、お前らと全然インテリジェンスが違うじゃないか。まあ言っちゃうだろう、ね、でその時にね、新聞社がいろいろなこと言ってね、なかなか新聞社が、ね、理解できなかったんだけど ね、あのね、絶対売れる、ね、こっから先もね、またね、なんちゅうのかな、インテリジェンスの中っちゅうのかね、あのね、アイモードが出るね、2、3年前にウォークマンがバカ的に売れたね。で、僕はあの、あれですかね、アイモードが出て、あ、しばらく経った時に、日曜日の朝の8チャンネルでね、7時半からなんとかっていうね、番組そこにね出てね、でなぜアイモードがその売れたかなんていろんなことその時に、一つ橋大学で伊丹先生とね、僕とね、通産大臣ができたんですよ、通産大臣ができた。それとね、伊礼さんって言ったら、伊礼さんがね、いや、大橋さんね、あんたあれ偶然だろうと言うんですよ、もう。みんなね、認めたがらないね。嫉妬深いんだな、あのね。あんた偶然だろうだとかね、あんながらマリちゃんがいたからだとかね、温暖がいいんじゃないかなって余計なこと言うんですよ。それで大星さんあたらんきてね、バカを言うなと。伊礼さん、あれは絶対に成功するというのはだね、あんたのところのね、ウォークマンで実証してたんだよって言ったらね、なんて言ってるのね。悪いけれど、あんたはウォークマンとってね、ハードでね、ハードでね、儲けたね。あれ、1000万円売れましたからね。だからね、ソニーとしてはね、ハードでね、利益がない。だけど悪いけどね、よく考えてごらん、伊礼さんよと、ね。あの人はなかなか理論家だからね、僕の言ったことははっと思ったと思うんだよ、ね。その後あの人はね、ちょっと変わったからね、変わって失敗しちゃったんだけどね。でもね、若者は最終的に勝ってのは何だ、ウォークマンというね、ハードを持って歩いたってね、何の効用もない。若者はあの耳に当てて音楽を買ってんだ。エンターテインメントだって、ね。だから本当は、ね、若者は音楽というエンターテインメントに金を払いたいはずですよ。いや、だから今著作権問題なんだよ、その通りなんだ、ね。いや、それであの人はだからね、ソフトっていうか、ね、エンターテインメントっていうか、あっちの方で、ね、あれはスパイダーマン、ね、映画にまで手を出してね、うん、それやりそうになったりとか。ということでね、よく考え、これ洞察力っていうんですかね、よく考えるとね、世の中にそういうことはね、ゴロゴロしてる。ということで、3000万というね、あれで。だけどね、あれですよ、あのね、あれはその別にね、ビジネスモデルって言ってね、特許取ってるわけでもなんでもないからね、3年ぐらいだったらみんな追いつくんですよ。KDDI なんかね、まだ着打でも重くしてるじゃないの。あんなのだな、ね、俺の方でパテントで押さえてたらね、今頃ね、KDDI からね、じゃわじゃわね、金入ったんじゃないかと。しかもね、あの連中ね、シャーシャーと言ってるんだな。ね、通信じゃダメだからね、これからね、ああいうね、音楽はあれなんだってね、全く自分たちが考え出したようなこと言ってるの、冗談じゃねえよって言ってるんだけども、ね、まあ、しょうがないよね。ね、でそれでね、ちょっと先の話まで話までしますね。それでね、それじゃね、3年経ってね、追いつかれたらどうするのと、ね、僕はね、ちゃんと考えてるんですよ、ね。これもね、世の中はね、よくウォッチしてるとね、必ずね、ニッチが出てくるんです、ね。あのね、
第三世代で、第三世代だとね、これから第三世代、さらには第四世代まで行ってね、ブロードバンドになるね。で、それがね、これからね、NTT どころが NTT 線に行っていく道だなんて、キャキャやってるけどね、だけどね、イノベーションというのはね、ストラテジーというのはね、今までやってきたものの、ね、延長線上のことを言うんじゃないんですよ、そんなのは、ね。今までこう言ってたんで、これでたんで、ある時にね、バンと断ち切って、バッと飛び上がる。ね、不連続なね、全く新しいものがね、これがイノベーションなんですよ。また、さらにはインベーションが別にあるけどもね。だからね、ブロードバンドなんてのはね、何のことはね、そのまま延長していくな。だから情報量が多くなってね、画面がきれいになるだけの話じゃないですか、ね、こんなのね、なんとかちゅうことはないですよ。だからね、僕はね、次に何を考えたかっていうと、じっと見てるとね、うちの女房はね、あれ通信販売ね、あれものすごくやってんのよ。そしたらね、通信販売というのはね、昔はいい加減だったんだけどね、非常にね、このね、信頼度が高くね、しかもね、ものすごく種類があってね、印刷もよくてね、これがね、デリバリーが非常に良くなったの。でね、したらね、こんなんだったらさ、それでいちいちさ、あの郵便局だとかね、なんか振り込んでるでしょ。あんなの携帯電話、携帯電話の料金と一緒にさ、ね、あのさ、払い込みがいいんだからね、だから携帯電話じゃね、そういったさ、料金の支払いのシステムっていうのを持っちゃってるんだからね。だから、携帯電話でね、私がショッピングやるんですよ、ね。ショッピングやったらね、必ずね、決済の問題があるからね。うん、でクレジットカードとつながってくるから、ね。さらにね、本当にね、あのね、2代目、3代目の勉強してないなと思うんだけどね、世界でね、一番ね、長期間にわたって増収増益でね、バカ見ぐらいに、ね、成長してるね、国は会社はどこですか？ジェネラルエレクトリック、ウェルチでしょ。ウェルチを勉強してほしいんですよ。ね。あのね、ウェルチがね、あと金融に手出したんだからね。ね、金融ってこんなに儲けるのがね。儲けが大きいのかね、ね、ブハハハなんて言ってんだからね、最近またあれを怒らってるらしいんだけどね、売ったり買ったりしてるやつ。それでね、なぜね、金融をやったかというとね、あのね、例えば、ジェネラルエレクトリックがね、ある会社にね、通信システムね、売り込もうとしまうんですよ、ね。そしたら、通信システムなんかはね、ハードからソフト全部引き抜いてね、まあ最低ね5億はちょっと10億しますでしょ。そしたらね、いやウェイチさん、もうぜひそれ入れたいと、ねね、入れたらね、例えば5億円でね金出したって言ったらね、3年ぐらいで焼却できるねって言って、あとはね利益出るんでね、3年でね。だけどその最初の5億円がないのよと、ね、銀行行ったらね、もう銀行マーキング、おそらくどうだろうね、日本の銀行だってだね、我々に対して金利は 0.4% なんてね、ゴミみたいなこと言ってるけどさ、金貸すときはね、5% ぐらい取るんでしょ、ね。だからね、銀行からね、5% であれなんだかね、と言ったらね、言うでしょ。そうするとね、ウェルチはね、あ、それは俺のほうにだね、キャッシュがいっぱいあるなと、ね。あのキャッシュはどうしようかって言ってたのね、あれ貸してるんじゃないかと。ね、2% でやったってことはね、儲けるのかなと、ね。だからね、2% で貸してやるよと言って貸し付けて、ね、それで、あれですかね、2億円のね、2億円のシステムを売って、2億円のシステムを売って、利益を上げると同時に、2億円のお金貸してね、それでさ、ね、さ、2% のね、金利も入ってくるということで、ウッファーファだって。同じことはね、どこでもですね、あのじゃあね、あ
携帯電話でもね、ショッピングやりますよ。ショッピングやるときにね、ショッピングやったらね、ね、ね、自動的にですかね、その人の口座から金落ちますよね。口座から金落ちるけどね、ちょっと待ってくれと、6月にボーナス入るんだけど、来月ボーナス入るんだけどね、今ね、金がねえんだと。一番お伺いしたいのは、今ドコモがどういう戦略を取ったらいいかっていうのが興味があるんですけども、さっきおっしゃってた差別化っていうのは一番の軸だと思う。だからね、ドコモについてはね、もうね、ネットワークでね、通信事業ではね、あれですよ、あれですね、戦略的なあれは、ね、出てこないと思いますね。ところがね、ドコモはね、5000万というユーザーを持ってるんですよ。このユーザーを相手にね、ネットショッピング、ね、ネットパン、バンキングですよ。クイックだけじゃないですよ。バンキングやればいいです。ね、うん、それがですね、次の、ね、ニッチとしてね、生きてくるあれだと私は思いますけどね。金融ですとか、情報ですとか、ネットショッピングも全部他のメーカーが真似できるわけなので、どうやって差別化するかっていうのが、だって5000万というユーザーはうちのものだっけ、こいつなんだけど、うちのものだ、うちのものだ。ね、それからさ、支払いのシステムっていうのはね、料金と一緒に回収できる支払いシステムがうちなんだから、他の方がね、入ってきて、その5000万人はね、ね、侵略できる、ね、可能性は全くないね。そう言われる中で、ちょっと聞いたことがあるんですけど、例えば、タクシーのクレジットカード支払いシステムが全部ドコモだったりだとか、自動販売機、今まで自動販売機の在庫管理ができなかったものを、そこに携帯を入れ込んで、いつでも在庫管理ができるみたいな、そういうシステム全部ドコモが独占でやってるっていう聞いたことがあるんです。それはそれで、なんて言うんでしょう。いや、そういった在庫管理のあれなんかっていうのはね、ああいうのはね、そもそもあれですよね、いや、やってますよ。やってますけどね、どこをやってんじゃなくて、その中の一部ドコモが管理するだけで、ね、昔からね、昔から自動販売機っていうのは大変な問題になってたんですよ。ね、だからね、自動販売機のね、会社がうちに来た時にね、話は簡単なんって言ったんだよ。それをどんなことしたんだけど、自動販売機にね、携帯電話を一つつけてもいいんですよ。ね、それで、あの中でね、例えばポカリセットがなくなったらね、発信すればいいんだから。ね、だから発信がなければね、都内にね、何万台あるか知らんけどね、あれ全部回ったら大変でしょ、回る必要ないのよ。え、で、こうやって見ててさ、あそこポカリセットもないなって言ったら、あそこだけ引っ張ってね、それだけでもってさ、もう一人やったら、なんかでも前からあんなんだよ。だから今ね、それがさ、システムされたんだろうけど、そんなの前から発想があったし、ね、どこがその中の、あれでしょ、無線のね、ネットワークとか使ってるだけなんです。うん、だからどこもの売り上げになんかね、ゴミだね。例えば先ほどボリュームからバリューっておっしゃったけど、ある意味間接的に直接的に消費者にバリューを与えるとか、ボリュームからバリューだけど、その消費者にとってはだから消費者にとってはバリュー、いや消費者というか自動販売機の会社にとってはバリューが大きいけど、ドコモにとってはバリューが小さい。いやだからいいことやってるんですよ、ドコモはね、いいことやってるんだけど商売上手だったら分かんない。はい、先ほどの説明で、今の社長のせいで、クリエイティビリティがはっきりしてないとかということで、下がってるということをおっしゃってるんですが、それがやはり基本にも 戻ってないからということですか。というのは、元に戻らないといけないということですか。元に戻らないんじゃなくて、いやまたね、経営の基本っていうのはよくわからないけどね、それは大学やなんかでですね、最低必要なね、経営学だとかね、社会学だとか、会計学だとかね、いろんなね、そういったプリンシプルがね、これしっかりですね、現実で共通している市場においてはね、経営の基本とか何だというようなことでなくてだね、その時の状況に応じてね、フレキシブルに対応すると、クリエイティブにね、ということだと思うんですけどね。はい。
今発射統合を今年どうもやろうとしてますが、表面上はそのマーケティングとかですね、在庫コスト、コストの削減をっていうふうに言われてるんですけど、もし知ってらっしゃる方でもいいんですけど、本当の目的ってその地域の発射をこう統合するって目的何かっていうのをおしゃれば。今僕の時にまた2代目はだな、僕と逆の方だな。あのね、企業規模というのはね、でっかいのはだね、組織論というものでね、それこそが経営の基礎でしょ。組織論的にね、でっかいのはね、でっかい組織はね、組織効率が落ちるというのは常識でしょうが、ね、だから私の時にね、もう5兆円企業にね、5兆円企業になって人間も1万5000人とかになってね、なったらね、こんなのはね、バラすのは当たり前なんですよ。それで全国を8つの会社にばらして、それぞれのね、社長にね、好きなようにやれと。だって東京のユーザーとだな、僕は北海道ね、北海道のユーザーってね、違いますよ、ね、そんなの東京の、ね、社長がね、見てられませんよ。だから北海道の社長はね、その地域にあって、地域のお客さんにね、密着した最もいいサービスをね、自由にやればいいんですよ、ね、ということでね、私は分割さんで、さらにね、いいですか、ね、最近どうなったか知らないけれどもね、あれですよ、大阪にしろね、名古屋にしろね、福岡にしろね、札幌もそうだったかな、その地域でね、売上でね、ナンバーワンの会社っていうのはね、これは地域独占の電力会社ね。電力会社っていいんですよ、ね、赤字になったったらね、もう値上げすればいいだからね、俺がそうじゃないんだけど ね、一番はどこも電力会社なんですよ、ね、ところはね、いつの間にかね、ベスト5にね、どこも入っちゃった。どこでも札幌でもね、一番がね、北海道電力でね、2番がね、北海道どこなんだから。ということはどういうことかって言ったらね、君たちね、そこで上場しようって言ってるんですよ。そうでしょうがね、上場することによってだね、上場するということはだね、ですね、これね、金もガバッと入ってくるけどね、大変なね、市場のね、チェックを受けるという緊張感になって、で僕はね、それでね、私、上場させようとしたらね、私の後の社長はね、全部一本にしちゃうんだね。これはね、NTT のね、技術屋さんの悪いところでもってね、NTT の技術屋さんというのはね、自分たちの技術はね、世界一だと思ってるんですよ、ね、だから全てが中央で決めてね、やってる、ね、ただね、ところはね、これにはね、マーケットビリティがないのよ。 NTT の技術は世界一だけど、 NTT の技術は世界一高いから売れないんだから、ね、これでね、中央集権的なね、計画経済がアメリカの、ね、市場経済に負けたっていうのは、ソ連の崩壊がね、歴史認識がないんだよ、このバカ者の時点だよ。もうね、ダメだね、歴史認識がないんだから。だから今の持ち株大臣はそうですよ、全部と、今度ね、どこも全部統合しようとしてるからね、どこも全部統合してね、全部統合したらどうなりますか、ね、ドキンホーノーってね、必ずチェックされるから。ね、ああですよ、この頃ね、NTT はね、公正取引委員会から、ね、ものすごいチェック受けますよ。とにかくね、出がいいんだから、出がいいんだからね、なんか接続のためにね、ものすごい時間かかってんじゃないかって、独禁法違反でみんなやられますよ。でそんなんだったら、ね、みんな自由にやるせいで、独禁法なんかにも引っかからないでやっていったら、ね、こんなね、もうそれこそ言う派の命なんだけど、ダメだね。ダメ。はい。じゃあ、前に皆さん、最後ですね。はい。そうですね。まあ、日本 の、 そのマーケットとか人口も減っていってですね、まあ、これからその、まあ、グローバル化とか国際化とかまあテーマになると思うんですけれども、その先ほど ADTYS の話も触れましたけれども、そちらその、どこもさんが国際化で必ずしも成功しなかった
まあ、理由とか、それから今後それをそういうことをする必要があるかどうかっていう。ちょ、またあなた大きな問題出したね。あのね、この間もね、あるところでね、やられたんだよ。ね、大星さん、あんたね、ご注意の紐だと威張ってるけどさ、一歩ね、世界に出たらね、NTT でもなんかだね、全然いいんじゃねえじゃねえかと。それでね、ちょっとまあね、最後まで聞きなさいよと、そんなこと聞いてるよと。あのね、僕がね、社長になってだね、平成8年、ね、2、3年経って、なんか売れるようになったときにね、これまたね、はっと気がついたんですよ。NTT がね、これまた気がつかなかった、はっと気がついたのはね、今までのね、有線のね、電話っていうのはコードがついてるからね、動けないんですよ。携帯ではポケットないんだね。これでさ、世界中 ね、それこそホモモーメンスだね、もうロンドンだろ、パリだろ、ね、なんか北京なんか行ったら、そこでね、繋がらなきゃダメじゃないかと。ね、まあ、繋ぐという方法はないわけじゃないんだけどね、すぐ使えるようにしなきゃダメじゃないかというためにはね、国際標準を取らなきゃダメなんですよ。ね、国際標準を取ればさ、繋がるんですよ。ね、でそれでね、NTT は PDC 方式なんだけど、PDC 方式っていうのはね、これはね、技術的にね、さっきの話だけどね、世界一なんですよ、実は。だから PDC 方式をね、国際標準に取ろうとしたらね、もうダメなんで、遅い。それで、あのね、ですよ、ヨーロッパ標準のものがね、これはね、もうね、これはね、国際標準になってなくて、ディファクトスタンダードになっちゃってるんだよね。全部ね、ヨーロッパ標準でいうから。ところがね、国際連合の ITU というので、電気通信専門委員会でね、やはりね、第三世代はね、国際標準を決めて、それでね、どこでもつながるようにしようじゃないかということで、スペックを決めたんですよ。ね、そこでね、僕はね、もう大至急でね、そのスペックにをね、クリアしようと、ね、そのためにね、YRP にだね、ものすごい金使いました。行ってみてくださいよ、YRP に。もう、オールザムになっちゃってるから。ね、でクリアした。どうも、世界で初めてね、第三世代のね、スペックをクリアして、ものができた、ね。それでね、あれなんだな、ITU に、ね、申請したんだけどね、取ったらね、そしたらね、あれができる。でね、これでね、なぜだと言って、僕はね、そこからですよ。私はね、もうね、技術がね、どの骨だって、だらっつってね、私が乗り込んだんだから、ヨーロッパへ。ね、そしたらね、エッチというところで投票で決めるんだって。ね、それでね、65% 取らなきゃダメなんだ。ところが、投票でね、ドコモしかないんですよ。ドコモしかね、現実にクリアしたものがないのにね、みんな反対してね、50% しか取れないの。誰が反対してるのかって言ったら、フランスのね、アルカテール、ね、それからね、ドイツのシーメンス、ね。そこでね、僕はアルカテールとシーメンスに行ったらね、滑った転んだ言ってるわけよ。ね、でフランスのね、あのね、アルカテールなんかね、とにかく主治に来るんで、ガバガバガバ酒飲ましたらなんとなるかと言ったら、冗談じゃないです。酒飲んだら口滑っちゃって、なんて言ったかったらね、大星さんよ、ね、確かにあんたのところのね、WCDMA ってことじゃない。WCDMA はね、スペックができてるんだけどね。だけど、日本人の作ったものがだね、ヨーロッパ標準になるなんてことはね、絶対ありえないから言ったら、人種差別じゃないですか、ふざけじゃないよ。そこでね、私はね、外交は力である。日本の外務省が教えたいね。北朝鮮何やってるんだって言うんだよ。外交は力である。力なんてなきゃダメですよ。力はあるんだもん、俺のとこは。ね、WCDMA ってのはあれもんだよ、ね。誰が反対してんだと。言ったらね、あれでしょ、アルカテールでしょ。よし、アルカテール相手しない。フランスセルか。ね、シーメンス相手しない。どう言ってるか。
たらドイツテレコムの、ね、社長はね、元ね、あれはね、あのソニーヨーロッパの社長だったからね、OK ですよ。だけ支援ですよ。フランステルコムはね、フランステルコムのね、ガタガタやってたらね、フランステルコムのね、後で入ってたんだけどね、女性の取締役、広報担当の取締役がね、それはね、なんと昔のね、私のね、パールフレンドですよ。フランステルコムのね、ね、虎ノ門のね、支店長だった時にだね、私暇だからね、会社で喧嘩やってたね、ブラブラしてたから、しょっちゅうそこに指立ってたの。指立ってたって身長185センチだからな、ラフリンってことだね、ありえないんだからね。だからね、彼女だからね、あら、大内さんどうしたのっていうことで、ね、それからね、それからね、モトローラ、ね、モトローラは反対してるのよ。これ2つ落ちたでしょ、モトローラは。この3つ落とせばね、取れるんだよ。だからね、モトローラはね、うちからね、僕らはね、モトローラからね、携帯電話ポケットボール買ってんだから。でね、ガルビンっていう社長にね、おいね、あんたのモトローラのね、ヨーロッパはね、反対してるからね、取れないからね、あれしようって言ったらね、ガルビンの野郎が何ちったかって言ったらね、ね、お前のところ子会社だからね、なんかしろって言ったらね、ヨーロッパ行くぞヨーロッパって言ったんだから。ね、俺は知らねえって言ったんだ。ああ、そうと。ね、それじゃあね、私の方で、じゃあモトローラ、いつもモトローラだからね、もうね、買わないって。アメリカ人というのは、日本人はノーと言わないと思ってるね。うん。3回ぐらい脅かしたっていうのは、ひとも思わないね。絶対大星様だな、モトローラーからね、携帯電話を買わないなんていうことは言わないと思ったね。ノーと言ったんだもん。ね。6ヶ月後ね、契約に基づいて6ヶ月後、あなたの方との取引を停止すると言ってたね。それでは慌てたですよ、ちょ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 待ってくださいよということで、ダルシー・デンウェイはね、国際標準を取ったんです、ね。取ったんだけれどもだね、ね、あの、あれですよ、ドイツのね、デレード・シー・デンウェイだとかね、アメリカのカルコムだとかね、実際物ができないんだからね、これがね、国際連合にわーっと押し込んでたね、結局ね、ね、ドコモのダブルシーデンウェイが一番物ができてんだけど、他のやつはほら物ができてないのにだね、これも国際連合っていうのはそんなもんだね。結局ね、あれですよ、一本ならなかった。まあ端末でね、あれですよね、JR システムか何かとかつなぐとできないんだけどね。ただね、日本のメーカーさんはね、ね、もうね、1億ぐらいの携帯電話をね、海外で何かやってくるもんだからね、もうアメリカ行って、いや、ヨーロッパや何か行ってね、そういうね、売り込みやろうなんちゅうね、努力しないね、あの人たちも。だい、みんなダメだね。将来に対する、ね、可能性があるのは、君たちだけということで、本日は終わりだ。